ガス化のメリットっていうのは脱炭素という地球環境の点だけではないということです。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はインペクス株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論上がるというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まず大前提としてということで、インペクス株はですね、日本株の中では極めて特殊な株ということです。はい、というのはですね、インペクスっていうのはほぼほぼ国策会社という性質が極めて強いということです。はい、なぜかっていうと、インペクスはですね、日本企業では唯一、政府相手に黄金株を発行している会社ということです。はい、ちなみに黄金株って何ですかということなんですけど、黄金株っていうのは持ってるだけで、それ一株持ってるだけで株主総会の特別決議で拒否権というのを行使することができるということです。だから何かですね、株主総会で重要事項っていうのを決めようと思った時に、黄金株を持ってる政府が賛同しなければ、実質何も決めることができないと。政府が拒否権という圧倒的に強い権力っていうのを持っているということですね。はい、で、原則ですね、拒否権を持つためには発行済み株式総数の3分の1っていうのを保有する必要がある。これが原則です。はい、しかし今回のインペクスに関しては例外ということで、政府が黄金株を1株持ってますので、政府はその黄金株1株だけで拒否権っていうのを行使することができますということですね。はい、よってですね、インペクスの普通株っていうのは他企業の普通株に比べて議決権としての価値は明らかに低いということは理解しておきたいということです。はい、なのでですね、まず大前提としてインペックス株は日本株の中では特殊な株というのを押さえた上でですね、インペックスの話を続けていきたいと思います。はい、昨年22年度本決算はですね、大幅増収だったので、結果としては本業の営業利益が1兆円という数字を超えてましたということです。はい、なんで利益がそんなに大きく増えたんですかというと、それは売上がめちゃくちゃ増えたからということです。はい、ではその売上が増えた増収の要因っていうのは何だったかということなんですけど、1年でですね、売上ですね、売上が1兆800億増えてましたということです。で、その売上の増加の要因っていうのを3つに分解したときに、数量の要因で売上が1136億増えましたと。で、価格の要因で6169億増えましたと。で、為替の要因で3474億増えてましたということですね。はい、すなわち、価格とか為替要因だけではなくて、販売数量も増えてたということです。はい、そして今期23年第一四半期ですね、すでに決算が発表されていますけれども、こちらの方も売上は増収プラス930億でしたということですね。はい、で、要因を3つに分解したときに、数量要因が228億ですと。で、価格要因が82億ですと。で、為替要因が629億でしたということです。はい、でやっぱりですね、価格為替要因だけではなくて数量も増えているということです。はい、すなわちですね、価格っていうのは外部要因ですと。これはインペクスではコントロールできないわけですよね。だから石油とか天然ガスの、需要と供給ですよね、のその需要と供給の売り買いで価格っていうのは変動してしまうので、インペクスとしては管理もできなければコントロールもできないということですよね。与えられた価格で経営をするしかないということです。で、為替も同じですよね。 1,2 年単位の円安になるか円高になるかっていうのは、これはインペクスっていう一企業ではどうにもできないので、単純に円安だったら円安の環境下で経営するしかないし、円高だったら円高の為替要因で経営をするしかないわけですよね。これはもう完全に外から与えられる一方ということです。はい、しかし数量に関してはこれは管理できるんですよね。だから自分たちが例えば10年計画とかっていうのを立てて、1年単位でどれぐらいですね、生産していくのか、石油とか天然ガスを生産していくのか、その生産計画と販売数量っていうのはある程度計画することができるので、管理とかコントロールが可能な、内部要因ということです。だから価格要因、為替要因だけじゃなくて数量要因でも売上が増えてたっていうのが非常に大事ということですね。はい、つまりですね、インペクスは意図的にですね、意図的に計画的に販売数量っていうのを増やしてるということです。はい、で、ということで、脱炭素の時代にもかかわらず石油の販売数量を増やしてるのか、インペクスはということで、
で、これどういうことなんだっていうことなんですけど、はい、まあ、インペックスがですね、この石油とか天然ガスの数量を増やしているというのをですね、まあ、今回は大きく2つの理由で確認しておきたいと思います。1番は地中化技術ということですね。で、2番はガスを中心にしていこうとしているということです。はい、で、最初にですね、まあ、この地中化技術の方からなんですけど、はい、地中化技術っていうのは二酸化炭素を1回排出した後にそれを回収して地中にもう1回埋め込んでしまうという技術ですね。まあ、これが地中化技術という技術になります。はい、ちなみにですね、まあ、なぜ二酸化炭素を回収して埋めるっていうことが、まあ、脱炭素になるのかということなんですけど、はい、それはズバリですね、まあ、炭素循環っていう考え方を理解してるとですね、まあ、理解できるということです。はい、地球内の炭素っていうのを仮に一定だというふうに仮定したときに、まあ、大気中の二酸化炭素、それから地中海上の二酸化炭素、そして地中のですね、二酸化炭素っていうのが、まあ、ぐる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 循環してるということですよね。だから、まあ、地球内の炭素は一定で、それが、まあ、大気中にあるのか地中海上にあるのか、それとも地中なのに埋め込まれてるのかということで、それが、まあ、ぐるぐる循環してるっていうのが炭素循環ということです。はい、すなわちですね、地球内の炭素の絶対量っていうのは一定のままで、地球内を炭素がぐるぐる循環し続けている、これが炭素循環ですね。はい、結果、まあ、炭素の存在量っていうのが、まあ、大気中にあるのか、それとも陸上海上にあるのか、それからどうも地中に埋め込まれているのかということで、まあ、この3箇所に炭素っていうのが、まあ、分散していて、なおかつ循環していて、それで、まあ、循環によってバランスが保たれているっていう考え方ですね。はい、つまりですね、地中の化石燃料から取り出した炭素っていうのを大気中に残さないで、回収してですね、二酸化炭素を回収してもう一回地中に埋めてしまえば地球の炭素循環を守れるという考え方があるということです。要するに地中に埋め込まれてた炭素を二酸化炭素ということでどんどん大気中に出してしまうっていうのが問題ということですよね。だったら元々は石炭、石油、天然ガスっていう化石燃料という形で炭素が地中に埋め込まれてたんだから、だからもう一回地中に埋めればいいという考え方なんですね。はい、なので、まあ、もし排出量を出すと、まあ、例えば二酸化炭素を排出しましたと、その排出量とほぼほぼ同じ量の二酸化炭素を埋めるということをするならば、まあ、地球内の炭素循環っていうのをまあ守ることができるので脱炭素につながるっていう考え方ですね。はい、よってですね、まあ、インペックスはですね、まあ、石油とか天然ガスの増産計画と同時進行で地中化の計画っていうのもまあ進めているということです。はい、だからもし二酸化炭素の排出量をインペックスっていう企業が増やしてしまったということであれば、まあ、その増やしてしまった分をですね、はっきり言ったら地中に埋めるという考え方ですね。はい、次にですね、まあ、インペックス、まあ、数量増のまあ理由ということなんですけど、はい、石油からガスを中心にまあ切り替えていっているということです。はい。で、まあ、もしインペックスをですね、まあ、売上全体で見た場合っていうことなんですけど、はい、まだまだ石油の方が販売数量、それから販売金額はですね、まあ、石油の方が多いですということです。販売金額で言うならば、インペックスの売上4のうち、石油が3、ガスが1というふうになっています。はい、まさに、まあ、インペックスはですね、まあ、もともと石油の会社ということで、国際石油開発定石ということですよね。だから、まあ、販売の金額で見た場合は、まだまだ石油の方が主力になってますということです。はい、しかしですね、まあ、もし日本に限定した場合はっていうことなんですけど、はい、これは日本に限定するとですね、まあ、石油の販売金額が1に対してガスは9ということで、インペックスは日本事業に関してはですね、まあ、要するに日本企業に対してははっきり言ったらもうガスばっかり売ってると、石油はほとんど売ってないと、ガスばっかり売ってるということです。はい、で、言うまでもなくですね、まあ、火力発電における二酸化炭素の排出量っていうのは、まあ、石炭が一番多いですと。で、次が石油で、ガスが一番二酸化炭素の排出量が少ないということです。はい、ちなみにですね、まあ、日本は世界で最もガス輸入量が多い国ということなんですよね。はい、表現を変えるならば、日本は世界で最も石油からガスという、このガス化っていうのを一番進めている国ということも言えます。はい、そしてですね、日本企業インペックスは、まあ、今期23年度より報告の事業区分っていうのを変えているということですね。はい、すなわちですね、
もともとはですね、日本事業、アジア、オセアニア事業、ユーラシア事業、中東、アフリカ事業、そして米州事業ということで、今までは事業を報告していたわけですけど、今期23年度からはですね、国内事業、それから海外はですね、イクシスプロジェクトとその他プロジェクトということでですね、その事業の報告の仕方っていうのを変えてますということで、インペックスにとっての一番主力事業っていうのは、このですね、豪州、オーストラリアのイクシス事業を中心ということで報告をし始めているということです。ちなみにですね、豪州、オーストラリア、イクシスっていうのはですね、はっきり言ったら海ということです。だから海底からですね、結局、天然ガスというのをですね、採掘するという、そういうプロジェクトということです。なのでですね、今期23年度第一四半期の、インペックスの、売上と利益というのを見た場合ですね、縦に見ていった場合に、一番左がですね、売上、そして利益率、そして利益額ですね。で、日本事業に関しては売上が799億、利益率が 22% で、利益額が172億ですと。で、今度ガスですね、これがオーストラリアのイクシス事業ということになりますけれども、売上991億で利益率 92%、つまり投資事業ということですね。だから、オーストラリアの、イクシス、っていう、プロジェクト、天然ガスのプロジェクトに対して、出資していて権益を持っているっていうような感じです。だから、利益額が908億ということです。対して、石油ですよね、これがはっきり言ったら、インペックスの今までの主力ということで、アラブ首長国連邦のアブダビとかが中心ということになりますが、売上が3907億ですね。ただ利益率ですね、これは最終利益、当期純利益の率っていうのが 11% しかないんで、だから利益額は410億ということで、じゃあインペックスって利益の額で見た時に何で稼いでるんですかって言ったら、ガス事業で稼いでるし、そのガス事業の一番の主力はオーストラリアのイクシスプロジェクトだということです。そしてですね、インペックスがですね、石油からガスというガス化っていうのを進めてるわけですけど、この、ガス化のメリットっていうのは、脱炭素という地球環境の点だけではないということです。というのはですね、インペックスの今後の利益成長でもですね、要するに環境に対して優しいっていうだけじゃなくて、利益成長という面で見たとしても、ガス化っていうのは猛烈に大きなメリットがあるということです。なぜかっていうと、これまで主力だった石油っていうのはですね、外国法人税っていうのがバカ高いということです。これ本当に高いということで、結局インペックスのですね、石油っていうのはアラブ首長国連邦アブダビというのが中心だったわけですけど、アラブ首長国連邦って普通の一般的な業種はですね、法人税っていうのが過去は徴収されてなかったんですよね。それがこれから少しずつ徴収される方向性みたいなんですけど、過去に関してはですね、徴収されてなかったということです。じゃあなんでアラブ首長国連邦って成り立ってたんですかって言ったら、ほとんどの企業ははっきり言ったら法人税は徴収されてなかったわけですけど、課税対象になってる外国銀行支店、それから外国の石油ガス石油化学会社、ここはめちゃくちゃ高い税率でですね、税金が法人税が課されてたということです。なので、これまでインペックスはですね、外国法人税っていうのを払いまくってたということです。めちゃくちゃ払ってましたということですね。一番上の方から見たときにですね、法定実効税率っていうのが 28% だったとしますということですよね。でも実際インペックスはその年にですね、結局税前利益の何パーセント税金を払ってたかというとですね、例えば2020年度に関しては254%税を払っているということです。税前利益に対して 2.5 倍の税っていうのを払ったということですよね。で、2021年に対しては実効税率が 28% なんだけど、実際その年はですね、税前利益の 66.8% 税金を払っているということで、めちゃくちゃ外国法人税っていうのを、アラブ首長国連邦に払ってきた。で、それがインペックスという企業ということですよね。だから税前利益はすごい金額上がってるのに、結局当期純利益はそんなに残ってなかったっていうのを、ずっとやってたということです。故に石油から
からガスというこのガス化っていうのが進めば進むほど、まあ、外国法人税が小さくなりますということですよね。はい、そしてインペックスの利益率っていうのは当然上がるということです。要するに税前利益に対して法人税の率というのがですね、石油だったらアラブ首長国連邦にすごい税率で、まあ、税金を納めるということになってるわけですけど、天然ガスってなると、まあ、オーストラリアという国になりますし、まあ、なおかつ、まあ、投資によるですね、まあ、権益を持っているという状態になりますので、まあ、法人税の税率っていうのが全然違うということですよね。だから、まあ、インペックスの利益率っていうのは、まあ、当然上がるということです。だから石油にから天然ガスというふうに変われば変わるだけ、インペックスっていう会社の売上に対しての当期純利益の率というのがすごく上がるということです。であれば、まあ、インペックスは数字上でも、まあ、利益成長しやすくなっていくということですね。はい、なので、まあ、インペックスをですね、まあ、一旦まとめていくとということで、まず1番はですね、まあ、地中化ですね。だから、まあ、結局二酸化炭素の排出量を増やしてしまった場合はですね、まあ、結局ですね、地中化していくことによってですね、まあ、結局インペックスという会社全体でのですね、二酸化炭素の排出量を増やさない、むしろ減らしていくということで、地中化技術とですね、まあ、天然ガスの販売数量増というのを同時進行で進めていますということです。はい、でもう一つはですね、まあ、今から今までは、まあ、とにかく石油が主力でしたけれども、これからどんどん、まあ、ガスというのをですね、まあ、割合として増やしていくということです。これは上場企業としては利益率が向上するので、まあ、数字上でも利益成長しやすくなっていくということですね。はい、すなわち、まあ、インペックスの今後はですね、まあ、価格とか為替っていうのはこれは不確実だということです。だから、まあ、インペックスっていう企業ではどうにもコントロールできないし、まあ、投資家も予測は不可能ということですよね。はい、しかし数量増っていうのはこれはインペックスが管理できる、コントロールできる範囲だし、もしくは投資家としては予測することが十分可能ということですよね。まあ、そうすると、まあ、数量を増やしながら利益率上がっていくということであれば、まあ、今後は利益成長していくことはもうほぼほぼ確実というふうに見られるということです。はい、であればですね、まあ、インペックスの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけれども、はい、3.7 兆円になるということです。はい、ではですね、株式市場の評価であるインペックスの時価総額はいくらで評価されているかということですが、まあ、2.0 兆円で評価されてますということです。はい、すなわちですね、まあ、企業価値 3.7 兆円に対して時価総額 2.0 兆円ですので、はい、割安ということですね。価値に比べて時価が安いということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、インペックスの今後の株価はですね、1462円が2681円まで上がるというふうに予想します。はい、ということで今回はインペックス株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は上がるというのは今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、はい、白坂の、まあ、メルマガ登録特典ですね。で、株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、 EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということで、今超話題の AI チャット GPT に関連して、チャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。